西和瀬は東京都新宿区の町名である。現行行政地名は、西和瀬田1丁目から西和瀬田3丁目。住居表示実施済みの地域。郵便番号は二丁目一番一から二十三号。二番が一六二のゼロゼロ五一。他の地域が一六九のゼロゼロ五一。新宿区の北部に位置する。町域北部は、大胸神田川に接し、これを境に、 豊島区高田に接する。北東部は文京区関口にも接する。東部は新宿区戸塚町に接する。南東部は新宿区馬場下町に接する。南部は諏訪通りに接し、これを境に新宿区富山に接する。西部は明治通りに接し、これを境に新宿区高田の馬場に接する。町域北編。 神田川付近には新目白通りが中央部を早稲田通りが通っている。西早稲田一丁目付近にはグランド坂通りが通っている。西早稲田一丁目には早稲田大学のメインキャンパスである早稲田キャンパスがある。また近隣にも早稲田大学の関連の施設が見られる。これに関連して、町域内には古本屋や学生向けの飲食店などが見られ、学生街としての様相も見られる。 特に古書籍を扱う古書店街は、早稲田通り沿いに多く見られその規模は、都内でも神田神保町に次ぐほどになっている。他に、東京国際大学の早稲田サテライトをはじめ、大学や専門学校がいくつか見られる。その他、主に住宅地として利用される。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、西早稲田谷の19-2の,の地点で85万3千円。 平方メートルとなっている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内には都電荒川線、面影橋停留場、早稲田停留場がある。他に東部では東京メトロ東西線の早稲田駅が敷金にある。他に早稲田通り沿いや明治通り沿いに バス便が多く設定されており、これらを利用するものも多い。また、徒歩15分から20分程度かかるが、山手線、西武新宿線の高田の馬場駅からの徒歩利用者も多くいる。西武の明治通り沿いに、2008年6月14日より、東京メトロ副都心線の西早世田駅が開業した。ありがとうございます。